コレヒアレスは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス自治市にある地区である。コムーナ13に属しており、2001年の調査による人口は56,998人である。アルバレストーマス通り、ホレスト通り、デロスインカス通り、ビレーデルピーノ通り、カビルド通り、ホルヘニューベリー通り、クラメル通り、ドレゴ通りに囲まれた区域である。 この地区は区域によるコントラストが激しく、クラメル通りからカビルド通りにかけて、巨大高層ビルが並んでいるが、伝統的な3階建ての住宅も存在し、多くの歩行者や自動車が通りを行き交う忙しい地区である。主に居住地区であるが、北東部にある走車場のような非居住地区も存在する。南西部には九百六十年代後半まで別の創車場があり、南東部には、 強行調律アルゼンチンカトリック大学のキャンパスがある。コレヒアレス地区はブエノスアイレス自治市で最も面積の小さい地区の一つである。最大の通りはフェデリコ・ラクローセ通りであり、地区内の交通量や小売店が集中している。アルバレストーマス通りは道路の左右で全く景観が異なっており、片側には一斉対応の低層住宅が列を連ねるが、 もう片側は、ほとんど完全にアパートが列を連ねている。アルバレス・トーマス通りはまた、南側のチャカリータ地区とコレヒアレス地区を隔てる通りでもある。緑豊かな木々、橋状の小道、バルコニー付きのアンダルシア・風パティオなどがある、ヘネラルパス路地は、落ちこち問わず訪問者を引きつける。 ブエノスアイレス市内で最も緑豊かな地区の一つでもあり、フアンホセパーソ広場、ポルトゥガル広場、サンミゲルデガリコイツ広場、コレヒアレス広場、マファルダ広場などがある。これらの広場は地元の漫画家、ホアキン・ラバードによる風変わりのアート作品の存在で知られている。近年、かつてブエノスアイレス製粉所があった奴隷ゴ通りの広大な 土地に高級ロフトが開発された。かつての貯蔵庫が上品で流行の先端を行くロフトとなり、地元の若手エリート層に人気を博している。1988年までに、アルバレストーマス通りとドレーゴ通りの角にドレーゴ、ファーマーズマーケットが開店して人気の店となった。このマーケットは、ポルトガル、イタリア、スペインなど、まさに、 国際連合によって運営され、日系アルゼンチン人は、食材や自家製缶詰など、あらゆる日本の品を並べた。やがて、ブエノスアイレス最大のフリーマーケットになり、アフリカの手工芸品から、アンティーク陶磁器、衣料品や家庭用品に至るまであらゆるものを提供している、ことで有名である。このフリーマーケットは、市政府によって改装され、2011年に、 再オープンした。コレヒアレス地区とチャカリータ地区を合わせた地域は、かつてチャカリータでロスコレヒアレスと呼ばれていた。この地域には、イエズス会がチャクラスとキンタスを所有していたが、1767年にイエズス会の追放が行われると、彼らの土地はスペイン帝国に没収された。テオドーロガルシア通りにあるコレヒアレス運動社交クラブは、 人気の社交場であり、何十年にもわたって、ロベルト・コジェネチェが頻繁に単語独創会を行ったことで有名である。ブエノス・アイレス発の映画館は、コレヒ・アレス地区のラス・ファミリアスである。今となっては、遠い記憶に過ぎないが、ラクローセ通りとカビルド通りの角にあった、アンセルミス・サーカスは、年代問わず、地元住民を楽しませた。フェデリコ・ラクローセ通りのアルゴス・シネマは、 長い間コレヒアレス地区で最も人気の場所であり、映画館、劇場、会議ホール、ダンスホールなどを備えていたが、これらの施設はいずれも減存せず、完全に廃業するか東側のベルグラーの地区のように、より高級な地区に移転した。カフェの多くはまだ営業を続けているが、そのほとんどは、ゴロツキが集まって、夜更けまで営業する、賭博場などとは異なる。 最も有名なカフェは、フェデリコ・ラクローセ通りとアルバレス・トーマス通りの角に、ある、カフェ・アルゴスとされる。カフェ・アルゴスは、往年の装飾やビリヤード台の設置を誇りにしている。マウレ通りにあるフェデリコ・ラクローセ地区開発評議会は、定期的にエル・フォメンティスタを発行している。社会的、文化的な投資を行い、エンリケ・バンチス文学協会や、 チャカリータ・コレヒアレス歴史協会のような文学サークルにフォーラムを提供している。アリベーニョス通りとホセール・ナンデス通りの角にはロータリークラブがあり、テオドーロ・ガルシア通りにはライオンズクラブがある。コレヒアレス地区には豊かな宗教遺産がある。アメナバル通りにある神聖コルプス・クリスティ修道院は何世紀にもわたって裸足のカルメル修道会の場所である。 同様に、アルバレス・トーマス通りのセパウロシト教会と、モルデス通りのアワー・ロード・オブ・ザ・ミラクル・オブ・サルタ教区教会は、まだかなりの規模がある。これらの礼拝場所は、フェデリコ・ラクローセ通りにある、コレヒアレス福音教会など、他のいくつかの小教会と共に、コレヒアレス地区の忠実な信徒たちを分け合っている。CA コレヒアレスは、コレヒアレス地区で発展した。 サッカークラブだが、1930年代に、ブエノスアイレス北部郊外のブエノスアイレス州、ムンロに、本拠地を移転した。CA コレヒアレスは、プリメーラシーメトロポリターナなどに在籍している。ありがとうございます。